そう、まあその世界史行く前の、うん、もう行ってきますみたいなお世話になった人とかに挨拶してるから、名古屋も結構知り合いおったりとか。あ、すごい。そう、世界一周、あの東京にもちょっとおったりするから、うん、ちょっと最後路上靴磨きしようと思って。おー、いいね。そうそうそう、最後なんや、もう名古屋だと。そうそう、名古屋がもう始まりやからさ、世界一周行く前に1回はしときたいなと思って。なるほど。で、今日この後6時半からか、うんうん、路上靴磨きやろうと。おー、めちゃめちゃいいね。ガムちゃん人形の始まりの地で。いいね。あそこで注意されてる、せやにゃ。そやな、結構路上ミュージシャンの人とかおったりして、うん、割となんか定番のところやな。あ、そうなんやね。そう、路上ミュージシャンとかもじゃあ怒られないよね、あそこはね。そやね、でも時期とかなんかイベントとかあるときは怒られたりするらしい。あ、そうなんや。まあ、そう、例えばなんか誰かが来日してくれ、名古屋でイベントあるとか。はいはいはい、ありがとう。はい、あ、はい、カフェオレ、ワンパンカフェオレ。皮にもさ、やっぱクリームが入る量決まってるからさ。そうなんや。そう、前のクリームとか一回落としたりとか、今はまあベースを作ってる、次のあの栄養クリーム入れるときに中により浸透しやすい。そういうのもあるんや。でも前回ね、あの総書にやってもらったのは覚えてるけど。そう、これやったっけ。あ、これこれこれ、この財布。うん、でも2回目やな、ありがたいことに。お金ががっぽり貯まりますようにって。いや、でも俺もぶっちゃけて言っていい、でも総書に前磨いてもらってからね、だいぶ稼ぐとこや。俺マジマジ、俺マジ今やばいもん俺。うん、これ結構フィーバーしとる、結構ね、来とる今、時代が来てるんか俺が言ってるか分からんけど。来てるね、一番人生一番来てる。がっぽりいけるようにって。そうやね、総書のおかげでありがたいね。もうあげるよ半分。そうやね、今年1000超えたいね。おお、うん、4桁やね。1回行ってるやん、ね、年間。あ、そうなんや、うん、ただ去年が結構だいぶ低かったから、うん、一気に下がったからね。そう、え、なんでそれは下がったの。あのね、あらゆるものをね、全部ね、やらんくなったというか、もともとその旅は一人でやってた時は、一人でやってた時の2年目が1000超えてたしか。あ、そうなの。そうそうそう、旅バーだけで。旅バーだけで1000超えてた、多分、うん、1000ちょいじゃないか、行ってて、2年目がね。で、一緒にやるメンバーが増えて、シンプルに4分割か。あ、その代わり自分の時間が増えたって。あ、もう時間はめちゃくちゃ増えたね、おかげさまで。へー、で、今の活動やってんのかな。そうやね、今のその新しいその YouTube とかやるって方向に行った去年とかはもうだいぶ減ったね、一気に。今年がもうだいぶ回復した、一気に。その4人でやろうと思ったのはさ、うん、もともとちょっと自分の時間欲しいなって思ったの。なんか、もちろんそれもあったし、あとそのなんかそのブログとか当時やったから、うん、ブログとかその YouTube とか広報の新しいスキル身につけたかったっていう、うん、そっちになんか熱中したかったんじゃないけど。で、あと一人で2年間って言っても俺結構死ぬ気でやったから、うん、もう365日24時間とか、まあ正解で18時間とかやけど、うん、俺でも夢になんかバーのことをバー経営してるのが夢に出てくるぐらいから、まあ、ほぼ24時間ずっと考えてて、結構マジでなんかやり尽くした感でぶっちゃけて言うと、うん、まあ、4年分5年分ぐらいなんかやった気がしてて、2年間やる。ああ、もうちょっとやってるかな、まあ、まあ普通の人より全般もうちょっとやってるか、もうちょっとやってる感覚になって、だから一旦いいかなみたいなってのもぶっちゃけやったから、うんうん、なんか90点とか取った後の95点とか取るの大変じゃない。大変。ゼロからの50とかって割となんか初速早いと思うんだけど、あ、だからもうそこに100を取る時間費やすっていうよりかは、違うところで80、そう、取りたいなっていうふうに思って、うん、でそれでブログ最初やって、そうそう、でブログもなんか80点90点ぐらいまで取れて、まあ、ぶっちゃけ俺の中でね、うん、まあ、これはある程度もう詳しいなというか、まあ、1万人に1人ぐらいの、うん、なんかスキーまで行ったなと思ったから YouTube に移ってみたいな、YouTube も結構ある程度俺の中ではもうだいぶやりきった感じじゃないけど、やった感はあるね。すごいもんね、今本当に。いや、もうめっちゃ助かってるね。だって最初会った時、うん、チャンネル登録ほんま2000とかやってんの、うん、そうやね、あれは良かったね。この数ヶ月で一気に。そうやね、めちゃめちゃいい感じでサブチャンネルの方もね1000超えて、あの
ありがたいね。その収益化やるときって結構時間かかったりするね、チャンネルによっては。そういうのもね、1ヶ月マックスかかった人も聞いたことあるけど、俺実は旅バー TV の方は2、3週間ぐらい。そうなんだ。で、もう一個のサブチャンネル、最近先月ぐらいから通った、飲食店経営に関することだけ上げてるチャンネルがあって、そのチャンネルは3日で通ったね、2日か。あ、そうなんや。めちゃくちゃ早かった。だからチャンネルによるんかもね。当初は何かあんの、その YouTube に対する目標というか。でもほんまに俺はもう、まあ、最初クラウドファンディングでお金貯めて、まあ、お金貯めてというか支援していただいて、多分俺の中では半年くらいは持つかなという感じ。だから最初の運転資金やから、それでその世界で靴磨いたり財布磨いたりして、ちょっとまあお小遣いではないけど、その日暮らしていくお金をもらって、あとはまあ YouTube でレバレッジ聞かせていきたいなって。なるほど。なんかこういう会話して結構深い話とかして、まあ、YouTube で収益化して旅続けるから。なるほど。っていうかもうじゃないとできないと思ってるから。あー、めちゃいいね。そうそうそう、そうか。それ収益化はマストだけど、まあ目標としては今440人くらいね。おお。どれくらいだろうな、まあ、5月自分の誕生日、うん、5月6月までには1000人行きたい。おお、いいね。でも自分の誕生日って言うとしたら今、そう、5月18日。ああ、5月18日言うとこは。それまでに行きたいな。いいね、5月18日。うん、それまでに1000人達成。そうそうそう、感じ考えてるって感じだよね。終わりました。お、ありがとう。すごいもちもちしてる。わ、いいね。